やったような記憶もあるんだよね、一回だけ。最近はやってない。なんかここ何日間かは。こいつにスクワって言ってた気がするけど、海賊。そうやね、イベント終わったら買おうかな。アットジャムが終わったら買おうと思ってる。じゃあそれまでにさ、届いてさ、買って、ちょっと 段ボールから出せる気がしないから あ、そう、あ、そうや、配信でマイナスして、でその後にやって、あとちょっとのところで時間なくってやめたんだ、多分。それで合ってるはず。そう、ネットで買うです。ちょっと待って、持ってこよう。どんぐらいだっけ、今ある日。開いてすらないからな。スイッチ久しぶりに触った。なんかアップデートされてた。どんぐらいだっけな。そっからプラスに持ってった記憶あるんだよな。もう覚えてないけど 久しぶりに。あ、昨日アップできてたのか。全然開いてないからな。何日かぶりにスイッチ触った。今日はしないけど、ライブはしないけど、ブロンズ1には上がってないの、まだ。上がった記憶ないもん。久しぶりに開いた。2だ。2419。あれだよ、2300。配信でやった時はマイナスになったから2300どんくらいかで終わって、そっからちょっとやってプラスにして、プラスして 2419RP だよ。100切ってるよね。2500RP でブロンズ1なんだけど、やってないからな、そっから。久しぶりに。あれ、開こう、パック、エイペックスパック。あ、ダメだ、いいの出なかった。よし、そっから。エペの累計プレイ時間、累計プレイ時間は365時間以上プレイ弟、今日もやってるね、多分。エペかわかんないけど、49分前にオンラインになってるわ多分これ弟がやってたと。妹じゃなさそう。フレンドの履歴はね、スイッチだったらわかるんだよね。スイッチだったらわかる。スイッチじゃないのはちょっとわかんないけどやったことないから。なんかポケモン持ってたんだ、弟。持ってたっけ。あ、持ってたかもしれない。ポケモンレジェンズ、アルセウス、え、持ってたかも。なんかいろんなのやってるわ。なんだ、カービィとか。でもカービィ1時間以上プレイだから全然やってない。ワンピース
ニンジャラ。ルルテラ。すごいな、YouTube のさ、この YouTube スイッチで見てる時間がさ、1595時間以上プレイでさ、フォートナイト1615時間とさ、全然 YouTube めっちゃ見てるなと思ってたんだけどさ、一時期あのスイッチで全然それ以上にやってるじゃん、フォートナイト。お父さんやってないよ、スイッチ持ってないもん、そもそも。全然やってない方だ私。エペ365時間、弟575時間やってる。エペだけだと。まあでもフォートナイトやってるからな。 FPS 系は結構私よりめちゃくちゃやってる。私エペだけ、フォートナイトはやってない。ちょっと難しそう。小学生はフォートナイトとマイクラしかやってない。だとマイクラもやってたの。それはちょっと待って、マイクラ見てみよう。マイクラ310時間以上プレイ。310時間やってるわ。310時間以上。マイクラも、うん、結構やってたイメージあるわ。フォートネットとエペってどっちも全然エペ。どうだろうね。でもフォートネットの方が難しそう。私やったことないからわかんないけど、わかんないけどさ、建築が難しそう。わかんないけどさ。そうそう、エペしか行ったことないか。あ、建築ないバージョンもあるの。知らなかった。ラストやってみたい。ラスト、でもラストあれだよね、一人でやるにはちょっと向いてないよね、あのゲーム。ラスト誰かとやるゲーム。一緒にやるような人いないからな、ラストとかだと。結構そのさ、ゲームやってる人じゃないとやんないじゃん、ラスト。うん、大人建築初心者には難しいから、やっぱり人。ああ、そうなの。難しいんだ。弟が言ってた、そう、なんかとか、なんか何かをやろうとしてて、 FPS エペじゃないやつ、どっちがいいって聞いた時に、フォートナイトはその建築難しいからやめた方がいいって言われた。一緒にやる系のゲームが好き。そんなにたくさんの趣味のゲームやったことはないんだけど、一緒にやる系、一緒にやる。あ、確かに FPS、 エペは確かに一緒にやる感じだもんね。
はアイペンにハマってるけど、でもね言うほどやったことないんだよね、いろんなゲーム少ない。今もやってるゲームエペだけ、本当にだけ、他のゲームやってない。e スポーツのなんかいろいろする、 e スポーツじゃないな、なんかいろいろするやつ、 e スポーツかミーハヤとか。確かにね、エペでも難しそうだね。エペだとこう公約行動はさ、みんな持ってるさ端末スマホでできるわけじゃん。でもエペってそうなんだよな、みんな持ってるわけじゃないからな、そのゲーム機を。そこがね、人数の問題、人数ホヤ行動って最大何人までできるんだろう、あれわかんないんだけど。あ、最大100なの、あ、だからできたのか。エペ60だよね、3人の舞台が20だから。公約コードはそうみんな持ってるから、みんな持ってるさ、携帯でさできるじゃん、アプリを入れれば。でもエペがそれってできないかな、エペのモバイルの方だったらいけるけど、エペは携帯でやるゲームちょっと苦手だからな、そういう PS。そこはね、難しいところかな。やりたいけどモバイルの方なんかさ、その画面内にさコントローラー、そのなんかコントローラーっていうかボタンがあるのがさ、なんかあんま慣れなくて。難しい。うん、別ないんだよね。ハード頑張ってお願いします。明日ハード、やばいな、勝てるかな、何も優勝するとか言って何もやってないわ、やば。ちょっと後でと、なんか見てなんか YouTube とかに載ってないかな載ってないかな、そういう。勝ちたいからね、そろそろ勝たないと。ドッジボールだと思ってね、絶対に当たってはいけない、ドッジボールドッジボールってさ、こう地面につかなかったら当たってキャッチ してさ、地面につかなかったらありじゃん。でもそういうのがないからな、あの当たっちゃダメだからな、キャッチとかいう概念がない波動キャッチしちゃったらちょっとアウトじゃないアウトでしょそれ、負けるじゃん。
や勝ちたいな、優勝したいけど、ちょっと B 一回もまだ B だけじゃないと一回も優勝しなくって、しないとまずい。癖出るし、癖出る、そんな癖で出ること最近やってなき、できてないよバレー。やってない。やってないからな。パンケーキやる、パンケーキってあれ、え、手のひらで、手のひらってか、こう、え、バレーのパンケーキ、どのパンケーキ。パンケーキやって当たりにいってるよそれは。あ、バレーのやつかな、あれね、こう、こう、もうボールが落ちそうなところを手だけでレシーブしに行くやつ、手だけってか手の甲だけでレシーブしに行く。もうあれは当たりにいってる。カズキないでしょ。いや勝ちたいんだよね普通に。ちょっと B だけ一回まだ優勝してない。 B だけさすがにそろそろ勝たないとまずい。紹介数ゼロはやばい。勝たないと。攻めるのシールドでも、うん、そういうのもねまだ全然決めてない。多分その場何明日いろいろこう話して3人で決めるんだろうけど。運動苦手ではないかな。得意、そんな得意って言われるほ言えるほどでもないかもだけど、苦手ではない。AR のゲームはしたことないね。ない。あるかな。いやない気がする。ないと思う。のメンバーで経験者、ひなこ、ひなこだけ？他いたっけ？ひなこはいる。このチーム結構強そうなんだよな。ひなこに B 弱そうって言われたんだよな。ちょっと勝たなきゃ K には。勝たなきゃだな。負けれないわ。いや確かに K 強そうなんだよな。てか周りのチーム。楽しみだけどね明日。でも何もルール分かってないからちょっと今日予習していく。キリンさん、リキリンさんは明日は出ないね。でもまだ出てないよね。でも一人一回は出るはずだから。
人一回、みんな一人一回とかみんな出るはずだから出ると思う。今日白の服珍しい。今日はねピンク、薄いピンク、白、あの私言われてみれば見えるかも、白っぽく薄めのピンク。ずっとね、波動ね、早く出たかったんだよね楽しそう。そう、勝ったら、優勝したら、優勝したらか、優勝したら、なんかなんか景品みたいな、景品ご褒美みたいなのがあるから優勝したい。普通にそう、毎回出る、毎回作戦まだないそんな話し合ってすらないよ、その3人で。嫌いなの？沖縄嫌い？なんで？嫌いじゃないよ別に。そう、めっちゃ暑い時期には行きたくないかもだけどめっちゃ暑い時期はちょっと嫌かもだけど、嫌いではない。沖縄もあのまた行きたい、1回2回ぐらいしかなくって行ったこと。2回あったかなっていうレベル。何で行ったか覚えてないんだよね。2回目、1回目は初めて行った時は総選挙だったはず。うん、50分過ぎてるじゃん、やば、ランキング読まなきゃ。そう、総選挙の時行ったんだけど全然楽しめなかったから、すごい豪雨でちょっと普通に観光とかもしたい。13位からランキング読ます。13位、にゃこさんありがとうございます。12位、ラスカールさんありがとうございます。11位、プッチーニさんありがとうございます。10位、トッシーベビースターマンさんありがとうございます。9位、アキヒコさんありがとうございます。8位、筋肉愛好家さんありがとうございます。7位、 WY アットマーク影の守護神さんありがとうございます。6位、まるさんありがとうございます。5位、ごめん先生さんありがとうございます。4位、バトニーさんありがとうございます。3位、香港のアルマットマーク、京香おいさんありがとうございます。2位、とは3003ありがとうございます。そして1位が、とわさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。明日の配信は、明日の配信ちょっと夜が間に合うか微妙なので、明日はあのお昼前ぐらいにする予定。ちょっと夜できるか微妙、イベント後間に合わない可能性が結構ありそうなので、何時頃かな、10時過ぎぐらいからやってるかも。昼前とか午前中だね、普通にぐらいにやってるかも。仕事、明日は波動のイベントがありますね。波動
だからね、夜がね間に合うかがすごく微妙。間に合わなさそうなので最悪できない可能性高いから。7時にはちょっとやんないかなやんないから早いな10時過ぎぐらいで7時台にしかできないんだったらいいけど、ちょっと早いなぁ明日10時過ぎぐらいかなと思う。またできそうな時間多かったら言いますね。そのぐらいであると思います。じゃあちょっと今何秒だった。あ、惜しかったあ、ちょっとじゃあ明日は午前中10時過ぎぐらいから多分してますじゃあありがとうございました。バイバイ、また明日。おやすみなさい。バイバイ。おやすみ。バイバイ。おやすみ。